私の動画を見てくださっている皆様ありがとうございます。そして最近新しく見始めましたっていう方がまた増えてくださったことも本当に嬉しいです。 YouTube にはたくさんのクリエイターさんや素敵なアクセサリーを作る作家さんが大勢いらっしゃるので、そんなたくさんの動画の中から私の動画をこう見つけて、またその動画を見てくださっている方がこんなにもたくさんいるっていうことがとってもありがたいです。ありがとうございます。で、今回は作る動画ではなくってコメントでもいただいたんですけど、実際に今まで作ったアクセサリーをつけてみてどんな感じにこう揺れたりするのか、サイズ感はどんなものなのか、どんな風にフィットするのか、そういったことをこの動画で皆さんにも見ていただいて作る参考にしていただけたらいいなと思ってこの動画を作りました。正直なところ毎回可愛いものができたなと思いながら作っていたんですけど、この画面上で見る可愛さ、手元の中で見る可愛さと実際つけてみるこう可愛さはまた別なものもあったりするので、そういったものもこの動画を通して見ていただけたらありがたいので、ぜひご覧ください。
どうだったでしょうか。あの最初に一つアクセサリーをつけるモデルが私自身なので、もうそこは本当にあの至らない部分があって申し訳ありません。なんですけど、あの人がつけているっていう部分ではちょっとは参考になったかなと思ってます。私自身今回実際に自分の作ったものを全部端からつけてみて、あ、このピアス思った通り自分によく似合ってたなっていうのがあったり、あ、このピアスあんまり似合わないかもっていうのもあったり、あ、これ似合わないかなって思ってたけどつけたら意外と良かったっていうのもあったり、新たな発見があってちょっとこう作ってて楽しかったです。前々回作ったこのフレームから作るボタニカル風のピアスと、このフレームから作ったシャラシャラしたピアスと、このすごく手間のかかったジャラジャラしたピアス、こういったものはすごくあの自分にフィットしてました。こういったピアス私にはちょっと可愛すぎてあんまり似合わなかった部分があったんですけど、この2つのピアスは私自身この水玉の作り方がちょっと面白かったのでそれを紹介したかったり、こっちはソフトレジンを購入したのでこういう立体のつなげ方を皆さんに紹介したかったり、もちろん今回自分の作ったアクセサリーも可愛くできたなと思ってで、つけたらあれれなんてこともあったので、多分それは着ているお洋服の関係だったり、あとは年齢だったり、あの自分のこう雰囲気なんかも含まれると思うんですけど、そういったいろんな基準が自分の中でハマったアクセサリーがあの自分にこうバシッと似合うものだと思っているので、あの私のアクセサリーもしかしたらあれ作ったけど、あ、似合わなかったなんてことがあったらちょっと申し訳ないなとも思うんですけど、このアクセサリーはあの私の思いつきでこうその時にこう作ったものなので、もし自分にちょっと似合わないものがあればどんどんこうアレンジをしてこう皆さんの手を加えて、あのもっともっと素敵なものにしていただけたら嬉しいなと思ってます。なのでこのチャンネルではあのレジンを中心とした新しいまた可愛らしいアクセサリーを皆さんに紹介できればいいなと思ってますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。もし今日の動画少しでも参考になったよって方いらっしゃいましたら、チャンネル登録よろしくお願いします。またぜひ次回の動画も見てください。ありがとうございました。